今日はパンチングマシーンをねやりたいと思います。このパンチングマシーンと同じ機種をね、あの朝倉未来がやってたんですけど、もう俺はもう朝倉未来190キロぐらい出してたんで、ちょっとそれをね目標にちょっと俺もやって、もう俺はもう顎の先端を殴ってください。顎の先端守らないと怪我をしてしまう場合があります。キトでーす。キトでーす。もう俺はもう197ぐらいです。もう一つ難易度を上げての挑戦も待っているぞ。もう俺はもう顎の先端しか見つけてないから。とりあえずやってみたんですけど、もう俺はもう190ぐらいですね。200ぐらいか。197、まあ200弱ぐらいですね。またどっかのゲーセンでね、パンチングマシンがあれば、もう俺はもうやってみたいと思います。初めの一歩のパンチングマシンでは600ちょっとだったんで、今度はちょっと初めの一歩やってみます。じゃあちょっと次は、初めの一歩のパンチングマシンをやるんで、初めの一歩のパンチング、ゲーセンに、もう俺はもう、ちょっと探します。それでは、もう俺はもう、顎の先端しか見つけてない。